もうなんかね、故障した車みたいになっちゃった。はい、皆さんこんにちは。車大辞典、ここがシロピーです。はい、こんにちは。いつもはね、ちょっと洗車用品紹介してんだけども、今回はね、ちょっと洗車用品じゃありません。今回は皆さんやってるかな、 SNS。 僕もね、車の大辞典カカカで、まあ、Twitter だったりインスタグラムやってるんだけど、まあ、ちょっとね、おしゃれなね、画像をちょっと乗っけようとしすぎて、どれにしようかなっていうのすごい悩みすぎて、なかなか投稿できないっていうのがね、結構ね、悩みでもあるんだけども、今回はそのね、撮った写真をかっこよくね、加工するようなアプリをちょっと見つけたので、まあね、これを使って皆さんもね、自分の車を加工したりして、ちょっと投稿してみていただければいいなと思っております。はい。はい、そしたらね、そのアプリ紹介したいと思います。それがね、こちら、じゃーん。はい、この画面の左上、一番左上にあるね、紫のアイコン、ワーブルってやつなんだけど、これがね、ほんと超使える。めっちゃかっこよくなるの、画像が。これね、僕もこれを使ってちょっと今後ね、インスタに投稿したいなと思ってるんだけど、まあ、それのね、使い方とかをね、どういうふうに加工できるのかっていうのをちょっと今回紹介していきます。はい、そしたら実際に使ってみましょう。はい、ワーブル、ピャン。はい、こういうね、エフェクトってわかるかな、こういう雨が降ってたりするじゃん。これをね、加工でね、つけられるの、普通のただの画像にだよ。それがこのワーブルってやつで、まあ、使い方は、まあ、この W っていうね、下にあるこの W ボタンを押します。はい、そうするとこれね、僕が今日食べたサバ定食。そしたらこの中から、まあ、加工したいね、画像を選びます。僕もね、ちょっとインスタ投稿したいなと思って、今日いろいろね、ガラコのね、写真を撮ってたの。ガラコを持っていろんなところに、もうガラコってすごいよ、めっちゃインスタ映えする、びっくりした。そしたらね、まずね、僕がいいと思ったこれ、これいこうかな、この画像からちょっと加工していきます。そしたら右上のこの矢印、右上の矢印を押すと、このエフェクトみたいなね、いろいろ出てくるんだけど、これね、いろんなエフェクトがあって、まあ、自分好みのやつ、このブラウズっていう、左下のブラウズってやつで変えたりするんですよ、いろんなので。まあ、最初から入ってるやつ、これ使うっていうことで、スターターパックね、はい、これを押します。こういういろんなエフェクトがあって、このね、大体ね、20個ぐらいこのエフェクトがスターターパックに入ってるんだけども、まあ、適当に見ていく、左上から押すよ。はい、まずはこんな感じ。これとか良くない？なんかガラコに調和ってる、なんか CM とかでありそうな感じ。雷とね、水。そしたらその次。はい、雨っつうか、水のね、表面がこう水っぽくなるやつ。これもうガラコに最適だよね。こういうのをインスタグラムとかにね、これ投稿することができるんですよ。じゃあ、まあ、早速ちょっと投稿してみようかな。はい。そしたら、まあ、どっちがいいかな。まあ、これちょっとかっこいいんで、これをね、そのままちょっとインスタグラムかツイッターにちょっと投稿します。はい、そしたら、まあ、この状態になったら、右上に四角矢印みたいな、このカゴの横にあるんだけど、これポチッと押します。はい、そうするともうすぐにね、写真に保存とかね、インスタグラムとかこう共有できる形になっていて、じゃあまずツイッター行こうかな。はい、そしたらこういう感じで、ツイッターに文字もこうやって打ち込める。はい、このね、カカカアンダーバーカーっていう、これ車の大辞典カカカのツイッターのアカウントなんで、よかったらフォローしてください。はい、そしたらもうこちら、例えばガラコの CM みたいとかをして、右上のまた四角をピョンと押すとアップロード開始。これだけ、すごい簡単でしょ。あとはね、もう待つだけでね、投稿されますから。これが本当に優れてる。はい、そしたらね、こちらツイッターに投稿完了ってなったので、まあ、実際にちょっとツイッター見ていきますか。じゃん。はい、ツイッターね。ツイッターの使い方、ほら、こういう感じ。ガラコの CM みたい。ほら、かっこいいでしょ、これ。そのね、ワーブルっていうのは、こういうね、エフェクトをね、使って画像を加工することができるやつ。でも、もともとの画像はこれね。これがこうなる。めっ
っちゃかっこいいワーブル、はい、そしたらねまたちょっと他のエフェクトをちょっと使って画像を加工してみます。そしたらねちょっと他の画像でも加工してみたいと思います。はい、またさっきの画面に戻ってサバ定食はやりません。例えばね車とかいいよね。あ、このピンクのランボルギーニとか、はい、これをスターターパックで、例えばだよ、もう煙も使って、これもう大きさ変えられるから、はい、これをねこうマフラーのとこに仕込むと。でこのレイヤーを追加して2本出しだから、これを2本出すことができると。大きさも変えられるから、煙の大きさね、あとこういう角度とかも変えられますよ。何でもできるから本当に。もうなんかね故障した車みたいになっちゃった。そしたらこれをまたね右上のところで保存をしてツイッターに投稿、ランボから煙を出してみた、はい、投稿、はい、もうほんとこれだけ超簡単で、すげえかっこよくなる画像が、これねかっこよくない画像でもかっこよくなっちゃうっていうのがこのねワーブルのねすごいところ。うん、これ今ツイッターに投稿したんだけど、次ねちょっともうダサい画像でねちょっとかっこよく加工してみようかな。はい、またこの画面に戻っていろんな画像があるんだけど、はい、例えばこれ僕の画像、こんなんね、もう誰がどう見てもねかっこよくないんですよ。ダッサいやつ、ちょっと生きてね、はい、これを今からねこのエフェクト、ワーブルのエフェクトを使ってちょっとそれっぽくしちゃいます。どれ使おうかな、例えばこれとか、この花火みたいなやつ、これをこのエクスクリアのこの出る先端につけちゃったりしてね。いや、かっこいいかどうかはあれだね、ああこうセンスあるわ。でこのね真ん中のプラスボタンを押すと、まあ、レイヤーが追加されるので、こうしてみたり、光出してみたりね、やばい、こういうねいろんなやつをね重ねていくこともできるので、もう非常になんか面白い僕は。まあ、中にはねこのワーブルのね右下のこのロゴが邪魔っていう人も多分いると思うんだけど、これはもうタップして削除ってあるんだけど、タップするじゃん、そうね、ちょっとお金がかかるんだけど、まあ、購入で500円でね消すことができる。はい、モザイクだな、こういう感じ、はい、消しましたと。でこれをまた保存してね、はい、これでまた投稿、これだけ。こういうね画像加工ってやっぱねハードルが高いように見えるけど、今いろんなアプリ出てて、まあ、簡単にね加工することができる、うん、なんかねみんなにもねぜひやってもらいたい。じゃ最後もう一個だけやろうかな。したら次はこの BM いっちゃおうかな、はい、これ TRA 京都三浦さんが作った E30 ですね。ロケットバーニーのフェンダーが、フェンダーチームがついてるね、にスターターパック、これねさっきもねいろいろいじってたんだけどね、個人的にこれいいなと思ったのが雪ね。でこう雪も大きくしたり小さくしたりすることができるから、このサイズ感に合わせて、雪降ってなかったのにもいかにも雪が降ってましたってにできるから、これも投稿するだけ、これマジすごいわ。これね最初にも言ったんだけど、このエフェクトをねいろいろ購入することができて、このブラウズってやつで、今使ったのはね無料、全部無料なんだけど、あの文字を消すワーブルのとこを消すのにちょっと500円使っちゃったんだけど、エフェクトはねスターターパックは無料のやつ使いました。まあ、それ以外にでもね、これをヘアウェーブとか見て、これすごいから、こういう人物のところにこう髪の毛を設置して、こう髪の毛の色を変えて動かしたりすることができる、うん、もう車だけじゃなくてもこういう人のねこの被写体、人がね被写体になった場合もこういういろんな加工ができたりする、
ので、もう非常に面白い。車だけじゃなくてもね、普通にこういうインスタとかをやってる人にはね、すごい向いているんじゃないのかなと僕は思います。はい、といった感じで今回ね、ちょっとアプリの紹介だったんだけど、まあ個人的にね、まあどういう画像をアップしようか、かっこいいのがないなっていうのを悩んでて、まあたまたま見つけたアプリですごいね感動しちゃったからね、皆さんにもちょっと紹介しようかなと思って、今回このアプリの動画ちょっと撮影してみました。なので皆さん、もしよかったらね、インスタやってる人とかツイッターやってる人、まあ、やってない人もね、自分の画像とかね、いろいろ加工してみんなにシェアしてみてください。チャンネル登録忘れないでやってください。それと概要欄にね、この SNS 車の大事さに価格あるの SNS の URL 載せてあるので、よかったらフォローしてください。はい、それではまた来週。